こんにちは、クレイセラピスト前島麻里です。今日はですね、クレイパックをした後洗い流した時にここの袖がびちゃびちゃになっちゃう問題についてお話をしていきます。私はだいたいクレイパックする時はお風呂ですることが多いんですけどね、なんかこう思いついてお部屋の中でクレイパックをしようと思う時もたまにあります。あとはオンラインの講座でクレイパックの実習の時は絶対このままやらなきゃいけないのでクレイパックしますよね。でした後に洗い流した時にね、だいたいびっちゃびちゃになっちゃうんです。でこれを解決すべくいろいろ考えたんですけど、私はねこのボタン式の洋服を着るようにしています。ペースト塗るときはこのままペースト塗っちゃうんですけど、ただたまにねやらかすことがあって、赤い色のレッドクレーとかねパックしたときにペーストこう垂らしちゃうことがあるんです。なのでそんなときには、対策としてこういうね布とか、本当はビニールがいいんですけど、こうやってね子供が食べこぼしをねこう洋服につけないのと一緒で、まあ、こんな感じで、布をしてパックするとペースト垂れにくくなるんですけど、洗い流す時にはねもうこれしょうがないんでこれ脱ぎます。冬でも脱ぎます。脱いで、私だいたい下ブラトップなんだね、ブラトップのまま寒いんですけど洗います。そうするともう絶対濡れないんで、いろいろ考えました。ここをビニールのこういう腕抜きみたいのしようかとかって、いやでもなんかやっぱりねダメなんですよ。ここまでかぶせててもこうやってる時にだらーって垂れちゃったりするので、もうだったら脱いでやってしまえということで、今はこんな感じでボタン式のシャツを着てクレイパックをして、で洗い流す時は脱いでいます。やっぱりねそう考えるとクレイパックするのってお風呂が一番いいんですよ。毛穴が開いてる状態でクレイのペーストも入りやすくなって、で洗い流しやすい、多少垂れてしまってもお風呂なんでっていうね感じなんですけど、まあ部屋の中でクレイパックしたいという時にはかぶりのシャツ着ちゃうと大変なんでねこんな感じで、ボタン式のシャツを着てクレイパックしてみてください。